はい、どうもよろしくお願いいたします。幼少期盛んからゲームでブログ忍者対戦って知ってるのコーナーでございます。私中吉ますみと申します。さあ今回は、新しい装備も出てきませんので、今回は、教団入り口568の攻略の動画を上げていこうかなと思います。まあ手順としてはなんですけれど、まあ教団入り口5には貝が2体もいますんで、もうそれを片付けるかどうかが大事ですね。で、貝がいるところにはもう基本的にアグニさんがいても隕石が効果的に当たらないので、狩りに変わりました。あとはまあアシュラのねスキルをのタイミングでランダをちゃんと貝に当てれればまあいけるというのがまあ理想なんですけれど、まあね、まあでも兄弟入り口ね、まあ僕この煉獄が入ってから来てるんで、なんとも言えないんですけど、まあ多分だいぶクリア楽になってんじゃないかなと思うんで、まあ、まあまあ、手順通りでいけばいいかなと思います。で、ステータスの方なんですけれど、まあ、だいたい火力がまあ、まあ、とりあえず新装備っていうか、時刻点セットであれば、まあ、だいぶやりやすいのではないかなと思います。で、まあ、両サイドの、まずは両サイドにまあ煉獄をまあ当てます。で、後ろの方には、木なので、もう、こちらはもう大して、そんな、火が弱いので、もう、後回しも全然大丈夫なんですけど、とにかく貝が倒せなかったらどうしようもないんで。で、まあ、コツとしては、バランスなんですけど、兵の体力を防御力に変えたりして調整すれば結構ここは通せるかなとは思います。まあ、ここでだいぶ2週間くらいマシの防御食らったんで、なんとも言えないんですけど、って言ってたら、はい、仕上がりましたね。挑戦にして24回目にしてクリアしてるんで、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、いけましたね。これはいけましたね。ちなみに、まあ、なんか、兵の防御力とかを気づくまで、そうですね、ここ残り2秒とかしか、まあ、足りなくて全然ダメだったんですけど。はい。というわけでクリアでございます。さあ、次ですけれども、こっからはね、もう煉獄当てまくりで全然いけるかなと思います。とりあえず煉獄を、もう全画面に塗り尽くすスタイルでいいかなとは僕は思います。まあ、適切な、こういうメインの盾とかでかいやつがいるじゃないですか。こいつらに、当たるようなポジショニングで煉獄で塗りつぶすような感じでいいかなとは思います。いやでもか、あれなんですけど、装備が全く出ない上に覚醒忍者もまた出たじゃないですか。覚醒忍者をなんか調べてえなと思うんですけれど、もう全然覚醒するための石、素材が全く足りなくて、とりあえずカラスさんを覚醒させましたけど、どっちかっていうと、雪狐、セッコさんかな？雪狐さんかな？わかんない。あの人とか、あとは、オロチさんとかをあげた方が、無限の塔とか、曜日で戦うやつ、曜日任務を仕上げやすいんじゃないかなと思います。もう、なんかね、正直、ちょっと覚醒した程度で2秒とか3秒増えたってね、あんまり影響しないなっていうのがあるんで、まあだから素材ね、ちょっと慎重に使った方がいいかなとは思います。てか煉獄が強すぎるよな、もうここら辺のクエストは。さあ、という感じでクリアでございます。とりあえず煉獄の当て位置だけでもね、分かってもらえたら全然楽勝にいけるかなとは思います。次は、8ですね。7は、マジで全画面、煉獄にしたら終わりました。で、今回もいけますね。まあ、季節に出てくる雪だるまとか、カニとか、なんだろう、もみじの妖怪とか、あいつらいますけど、多分、僕の中で、この雪だるまが一番この季節系のやつで一番弱いと思ってるんで、こいつはすごい助かりますね。ただ丈夫なだけじゃんっていうのが。というわけで、まあ、全面にアグニさんを生かしたいので、まあ、全面を煉獄で丸焼きにします。これ丸焼き芸ですね。本当に。で、次の煉獄が入るので、はい、もう次の煉獄でもう雪だるまを焼きます。もう、これで終わりです。はい、終わり。特に喋ることがもうない。さあ、まあね、
まあ、とりあえず次は、無限の塔44階がどうやってクリアするかっていう動画をまた上げたいかなとは思っております。あとはなんだろう。まあ、あとはまあ、多分それくらい火力上がってたらまた、このストーリーまた進めれると思うんで、その時の動画をまた上げれたらいいかなと思っておりますという感じで仕上がってしまいました。はい、丸焼きですね。っていう感じです。はい。まあ、この3つはね、まあ、とりあえずこんな感じでいけるかなとは思います。で、火力的には、ステータス的には、はい、装備的にはこんな感じになりました。まあ、なんか、まあ、大体今ちょっとね、これ防御力全振りにした状態になってるんで、まあもう、こういうの多分600万ちょいでもいけたかなと思います。で、編成的には、まあ、多聞天と火傷、多聞天と火傷。で、まあ、金輪さんは、まあ、とにかく回復をがっつり仕上げていくっていう感じでまとまりました。まあ、とりあえずやっぱり5分の成長させたことによってクリア届いたんで、やっぱり5分の成長大事かなと思いますという感じで、幼少期作家からゲームでブログ、忍者対戦って知ってるのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、Twitter フォローなどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。